東路線南側の駅であるウェイストファームズスクエア駅。IRT ホワイトプレーンズロード線はニューヨーク市地下鉄 A ディビジョンに属する地下鉄路線でブロンクスの中心を運行している。路線は大半が高架線で1952年までは地下鉄からの列車と高架鉄道からの列車の両方が運行されていた。最初に開通した区間は ニューヨーク最初の地下鉄の一部として開通し、ウェストファームズディビジョンと呼ばれ、デュアルコントラクトの一環として建設された、ウェイクフィールド -241 丁目駅への北側の延伸部分が、ホワイトプレーンズロード線と呼ばれた。その後最終的に両方を合わせ、ホワイトプレーンズロード線と呼ばれるようになった。路線では二つの系統が運行されており、二系統が各駅停車として、 終日、5系統が、ラッシュ時の混雑方向と深夜を除いて、終日運行している。5系統は、ラッシュ時混雑方向へは、東180丁目駅から3番街マイナス149丁目駅まで、急行運転をし、深夜には、イーストチェスター、ダイアーベニュー駅東180丁目駅間で、シャトル運行をする。以下の系統が、 ホワイトプレーンズロード線の全線もしくは一部区間を運行している。IRT ホワイトプレーンズロード線はウェイクフィールド -241 丁目ターミナルから始まる。この駅には1本の島式ホームと2本の線路、そして閉鎖された相対式ホームがある。南に向かうと上下線を結ぶ分岐器があり、そこから上下線と中央の急行線の 計算線に分かれる。ウェイクフィールド -241 丁目駅と次のネレードアベニュー駅の間で239丁目車両基地からの線路が合流する。ガンヒルロード駅のすぐ北側で現在は撤去された IRT3 番外線が観光線から分岐していた。また急行線への当たり線もあった。3番外線はガンヒルロード駅の下層へ降りて西へ向かっていた。 東180丁目駅のすぐ北で IRT ダイヤーアベニュー線が観光線に合流し、急行線への渡り線もある。深夜のダイヤーアベニュー線でシャトル運転となる5系統の列車は、この中央の線路を使い運行され、ラッシュ時ピーク方向の5系統の列車はここで、急行線と観光線を転線する。この合流地点西側に東180丁目車両基地が、 東側にユニオンポート車両基地がある。東180丁目駅を出たところで、かつては西側から180丁目、ブロンクスパーク駅からの3線の線路が各線路ごとに合流しており、その後東側からウェストファームズ車両基地からの線路が合流していたが、現在は両線ともに廃止されている。3番街 -149 丁目駅へ近づくと急行線が終了し、 観光船のみの伏線になる。以前 i r t 三番街線への分岐があった場所を過ぎると路線は近いと入り三番街マイナス149丁目駅に到着する。地下線を進むと149丁目、グランドコンコース駅に到着し、駅を過ぎると路線が二手に分かれる。南側へ折れる線路は5系統が使用しており、IRT ジェロームアベニュー線観光船と合流。 もう一方は2系統が使用しており149丁目トンネルで、ハーレム川を潜りその先の142丁目ジャンクションで、IRT レノックスアベニューセンと合流する。ニューヨークで地下鉄を建設するための最初の契約は、路線の建設と開通から50年間の運行を定めたもので、1900年2月21日に、 高速鉄道局長官とジョン B ・マクドナルドが立ち上げ、オーガスト・ベルモント2世が資金を提供している地下、鉄道建設会社の間で交わされた。この契約では、ニューヨーク市庁舎から北へ、キングスブリッジへの路線とレノックスアベニューと、ブロンクスパークの地下を通る支線の建設が盛り込まれていた。1904年11月26日、180丁目、ブロンクスパーク駅、 ジャクソンアベニュー駅間が開通した。当初、列車は IRT2 番外線と IRT3 番外線からの列車が乗り入れる形で運行され、3番外線の列車は現在の3番外 -149、14町名機北側でホワイトプレーンズロード線と接続していた。1905年7月10日、IRT レノックスアベニュー線への接続部分まで、 延伸すると新しく建設された地下鉄線からこの路線へ直通が開始された。1907年10月1日、2番街線の観光線列車がラッシュ時にフリーマンストリート駅まで延長運転されるようになり、高架鉄道からこの連絡線を通じた直通運転が再開された。1910年10月28日、 新しい東180丁目駅がウェストファームズ地区の新たなターミナルとして開業し、その後180丁目、ブロンクスパーク駅方面は支線となり、駅は1952年8月4日に廃止された。1913年3月19日に署名されたデュアルコントラクトはニューヨーク市における地下鉄の建設及び運営のための契約であった。この契約は、 市と二つの民間企業との間で締結され両者が建設を協力している点から二重契約と呼ばれている。この契約ではブロンクスにおいていくつかの路線の建設を約束した。そしてその第三条項により IRT がホワイトプレーンズロード線にあたる部分の建設を受け負い既存の東180丁目駅から ホワイトプレーンズロードに沿って北へ向かいはエイクフィールド -241 丁目駅まで延伸することに合意した。1910年4月30日、インターベールマベニュー駅が既存区間の新駅として開業した。この駅は当時ブロンクスで唯一駅構内にエスカレーターが設置されている駅であった。駅は10万100ドルで建設され、建設資金は民間資本で賄われた。 IRT ホワイト、プレーンズロード線の区間は別々の時期に開通しており、路線全体の開通を待たずに、部分部分が竣工するごとに延伸開業した。1917年3月3日、177丁目駅から東219丁目駅までの区間が延伸開業し、ブロンクスのウィリアムズブリッジやウェイクフィールドといった地区で地下鉄の利用ができるようになった。 新たに開業した区間は、当時の電力供給設備が今よりも、粗悪だった影響で4両編成のシャトル列車で運行された。同月31日に、路線は東238丁目駅まで延伸された。ウェストファームズスクエアマイナスイーストトレモント、アベニュー駅の北側にある、エスカーブとなっている部分から、終点の241丁目駅の区間までが、 デュアルコントラクトの一環として建設された区間である。1917年7月1日、ガンヒルロード駅北側で、IRT3 番外線の急行線との連絡線が二重契約の IRT3 番外線、建設計画の一部として完成、バーゲンアベニュー経由で149丁目駅をバイパスしたため、バーゲンアベニューバイパスやバーゲンアベニューカットオフと呼ばれた。 バーゲンアベニューバイパスは1946年11月5日に IRT3 番外線の段階的なサービス削減の一環として廃止され、1950年に撤去された。1920年12月13日、路線の最後の部分である区間が開通し、ターミナルを東238丁目駅から東241丁目駅に移した。この区間の開通が、 他の区間に比べて遅れたのは途中で239丁目ヤードへ向かう線路の分岐部分の建設に手間取り、平面交差を避けるための構造変更を行うのに、時間を取ってしまったからである。1929年の路線拡張計画では、バンネスト付近で分岐して、ベチェスターへ向かう支線が構想された。ガーフィールドストリート付近で、高架線として始まり、 モリスパークアベニューとウィルソンアベニューの地下を通り、ボストンロードへ向かい、そこで IND コンコース線の延長高層線と接続することになっていた。結局この計画が実施されることはなかったが、IRT は代わりにニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の線路時期を買収して IRT ダイヤーアベニュー線を建設した。1949年6月13日、 ジャクソンアベニュー駅から177丁目駅間の全駅でホームの延長が実施された。以前は6両編成の普通電車のみの停車が可能な514フィートの長さであったが、この工事により十両編成の急行列車の停車が可能になった。1951年3月1日、交通委員会が 現在の241丁目駅3番街 -149 丁目駅の区間で中央の線路を使って休行運転を実施する計画を発表した。350万ドルの費用で閉塞信号機の設置を含め新しい信号システムが観光船に導入され、休行船へも信号機の設置が行われた。また、この延伸と同時に、 東百八十丁目駅の北側で IRT ダイヤーアベニュー線への立体交差も建設され東百八十丁目駅で乗り換えずに IRT ダイヤーアベニュー線方面へ向かうことが可能になった。そしてこの計画の最大の改善点として挙がったのはウ West f a r ズスクエアマイナスイーストトレモン o アベニュー駅北側の百八十丁目ブロンクスパーク駅方面への平面交差の分岐点の 廃止である。この部分はダイヤ作成上のネックとなっており、180丁目。ブロンクスパーク駅は東180丁目駅方面よりも需要が少なかったため分岐部分の改良ではなく180丁目。ブロンクスパーク駅の廃止という形で分岐を解消した。この廃止の代償として、ウェストファームズスクエアマイナスイーストトレモンと、 アベニュー駅の178丁目とボストンロードに向けてエスカレーターが増設された。この路線での急行運転は1953年4月23日に開始され、東180丁目駅3番街149丁目駅間を平日ラッシュ時にのみノンストップで中央の急行線を利用し5系統として運行された。 急行は東180丁目駅から3番街 -149 丁目駅までノンストップ運行された。それに続いて1953年10月2日には運転区間をガンヒルロード駅まで延長し地下鉄の利便性を上げた。1956年180丁目、ブロンクスパーク駅は廃止され解体されたが、東駅へ向かう線路は 現在もエストファームズスクエアマイナスイーストトレモンとアベニュー駅北側に少しながら残っている。IRT ダイヤーアベニュー線は東180丁目駅北側で IRT ホワイトプレーンズロード線に300万ドルで接続1957年5月6日に直通運転を開始した。夜間はシャトル運行で運転された。 直通運転は午前5時半から午後8時半まで IRT ブロードウェイマイナス7番外線からの急行列車が行い東180丁目駅イーストチェスターダイヤーベニュー駅間のシャトル運転は午後8時半から午前1時15分までの運転早朝時間帯に直通列車は運行されなかった2010年3月29日から9月3日に かけて、東180丁目駅のリニューアルと、信号機器の取り替えのために、ラッシュ時の5系統急行列車は、運行を休止した。また、その後2011年3月28日に、夕方の北高急行列車は再度運行を休止し、信号機器取り替えの第2段階目を行い、2011年8月8日に、通常の運行が再開された。ありがとうございます。